皆さんこんにちは、茅ヶ崎みなみです。今回は新型モンキー125の試乗インプレッションをやっていきたいなと思います。はい、というわけで今回はホンダの新型モンキー125の試乗インプレッションをねやっていきたいなと思います。私はね普段スーパーカブ C125 に乗っているんですけど、新型スーパーカブ C125 とちょうどね同時期ぐらいにこの新型モンキー125も発表されていたので、ネットでねよく見かける機会が多かったので、このバイク正直めちゃくちゃね気になっていたバイクなんですよね。それで新型モンキー125はもともとね4速だったのが5速に変わっていたりとか、あとは新エンジンがね搭載されていたりと、結構ね旧型に比べると進化もしているみたいなので、そこもね気になっている点ではあるんですけど、私自身モンキー125に乗るのがね今回初めてということで、まずはね率直な乗り心地のね感想をお伝えするとともに、スーパーカブ C125 と比べてどんな感じの乗り味なのかもね比較してお伝えできたらいいなぁなんて思ってます。それではね早速簡単にスペック紹介からいってみましょう。ちがみなの動画、はい、それではね新型モンキー125の簡単なねスペック紹介からいってみましょう。まずはエンジンからです。新型モンキー125のエンジンは空冷4ストローク単気筒のエンジンで、排気量は 123cc です。それで最大馬力は6750回転で 9.4 馬力、最大トルクは5500回転で 11Nm です。そしてブレーキは前後ともにディスクブレーキで、フロントの方はね ABS が標準で装備されています。こうやってね見るとねタイヤがねすごくね太い感じがして、少なくとも私が普段乗っているスーパーカブ C125 に比べると結構ねがっしりめのタイヤを履いているみたいですね。それでちなみにねタイヤがっしりしてるって言ったんですけど、タイヤサイズが12インチで、フロントフォークは倒立フォークで、結構ね足回りはしっかりしているバイクみたいですね。続いて灯火類についてなんですけど、ヘッドライト、ウインカー、あとねテールランプも LED が採用されているみたいですね。このね丸めライトの見た目がめちゃくちゃ可愛いですよね。それでねこのマフラーの形状アップマフラーとなっているんですけど、なんともかっこいいですよね。ちがみなの動画、それでねなんとも言えない魅力があるこのモンキー125のタンク、めっちゃ可愛いですよね。でこのねタンクのガソリン容量は5.6 リットルと、一見ね小さめに見えるんですけど、スーパーカブ C125 より全然入りますね。そしてこのモンキー125の燃費についてなんですが、カタログスペックではリッター 70.5km みたいです。いやーめちゃくちゃ走りますね、やばい。はい、それじゃあお次はね気になる足つきチェック行ってみましょう。新型モンキー125のシート高は776mm で、車重は 104kg です。でねこれ見てください、モンキーのシートはね結構ねふかふかタイプなんですよね。それじゃあねまたがってみたいなと思います。よいしょ、どうだ。はい、私の身長が 150cm なんですけど、足のね指先がちょうど地面に接地するような感じです。で片足にしてみるとどうだ、よいしょ、ちょっとねお尻をずらせばかかとが浮くぐらいのね足つき性かなーなんて思います。なんかシート高が結構低めの部類なのかなっていう風に思ってたんですけど、思っていたより正直言うとすごく足つきがいいという感じではないんですけど、多分ね私がめちゃくちゃ小柄なのであんまりね沈み込みが期待できないっていうのと、シートがね意外と幅広だからっていうのがねあるかもしれないですね。早速ねこの新型モンキー125のね試乗をやっていきたいなと思います。それじゃあ行ってきます。ちがみなの動画、はい、というわけで現在モンキー125に乗ってね多摩川沿いを走行中です。なんだろう、一番最初に思った感じはずっ
っちりめのテイストな気がします。それでね、やっぱり感じるのは、私が普段から乗っているスーパーカブ C125 に比べるとではあるんですけど、一足がね、非常にね、扱いやすいような気がします。一見ね、このバイクを見た時にはなんかちょっとハンドルが上にピョンってなってるなーなんて思ったんですけど、実際またがって乗ってみると全然なんか普通の姿勢で乗れちゃう感じで、結構ね、このバイクね、私的にはね、姿勢めっちゃ楽だなーなんて思いました。ちっちゃくてこじんまりしてて可愛い系のバイクなのに、私これ乗ってますよ感がめちゃくちゃあるから、浮遊感みたいなのはすごく満たしてくれるような気がする。あとは ABS がね、フロントに標準で装備されているみたいなんですけど、まあ多分ね、今日は ABS が発動するような事態はまあほぼほぼ起こらないとは思うんですけど、やっぱりね、ABS がついていると少しばかり安心するなーなんて、そんな風には思います。寒い寒い、今日は多摩川沿いを走っているわけだけど、急に12月に入っちゃって寒いね。いや、バイクのね、季節が一旦ね、終わりを迎えつつあるんですけど、もしかしたらこっからが始まりだって思ってる人もいるかもしれないんですけど、いやー、私はそろそろ引きこもろうかな。いや、でもやっぱり思うけど、カブに比べて、なんていうのかな、ずっしり感みたいなのがあって重みのある走り心地がある気がします。というわけでね、しばらくバイクで走行してきたので、一旦ね、コンビニでコーヒー休憩挟もうかなと思います。しがみなの動画。はい、というわけでね、コンビニでね、一旦コーヒー休憩をね、挟もうかなと思います。いや、寒いね、今日は。めちゃくちゃ寒い。もう最近はさ、アイスコーヒーから卒業してさ、もうすっかりさ、ホットコーヒーの季節になっちゃいましたね。それじゃあ、いただきます。やっぱね、寒い中走った後のこのホットコーヒーってね、最高なんですよね。でね、やっぱりね、思ったんですけど、このバイクね、最初のね、加速がね、めちゃくちゃ気持ちいいですね。自分がね、こういう風に加速したいっていう風に思った通りに開ければちゃんとね、進んでくれるから、すごくね、噛み合ってる感じがして、めちゃくちゃね、気持ちがいい気分になれました。走っていてね、めっちゃね、あ、楽しいなっていう風に純粋に感じられるバイクだなーなんて今なったからは思ってます。はい、それじゃあ引き続きモンキー125を楽しんで乗っていきたいなと思います。しがみなの動画。はい、というわけでコンビニ休憩でした。やっぱりね、このね、加速感がめっちゃ気持ちいいですね。そしてね、私カーブとか曲がり角とかもう何回かね、走っているんですけど、カーブ曲がった時にすごくね、気持ちよく曲がれるし、これもね、私が普段乗っているスーパーカブ C125 との比較になっちゃうかもしれないんですけど、まあカブのね、カーブが決してつまらないという風に言っているわけではないんですけど、このモンキー125のカーブの曲がり心地がめちゃくちゃ気持ちいいの。なんの街乗りのカーブ、細かいカーブとか、そういうカーブとかね、あと右折とかのカーブぐらいだと、すごくモンキーがね、気持ちよく走れるカーブなのかもしれないです。なんていうか、一般道を走るのにもしかしたらね、ちょうどいいバイクなのかもしれないなーなんて思っちゃいました。そして今ね、ちょっとね、上り坂をね、登ってみたんですけど、いや、上りもね、結構ね、ぐいぐい進んでくれるから、さっきは街乗り楽しいっていう風にしたんですけど、実はこのバイク、山道めちゃくちゃ楽しいんじゃないかな、という疑惑。まあちょっとね、しばらく走ってみて思ったんですけど、このバイクは快適性を追求したというよりかは、面白いなとか、バイクの楽しいなっていうのをね、この 125cc バイクですごくね、感じることができるバイクだなっていう風に思いました。でね、疲れにくさみたいな部分の話をすると、クッション意外と柔らかいから、お尻にそんなに負担がかかってない気がします。あと振動もそんなにブルブル震える感じじゃなくって、割と心地よい系の振動なので、思いのほかね、疲れにくいバイクなのかもしれないなーなんてね、思っちゃいました。それとね、タイヤについてなんですけど、多分カブに比べてちょっと太めだからかな、道路に縦線が入ってるじゃないですか。そういう線を踏んだとしても、そんなにね、
ハンドルを取られることがなくて影響がね少ない気がしました。めっちゃ気持ちいい。いやーカーブもねなかなかええよ。これがカーブカーブカーブ、うわー。しがみなの動画。はい、というわけでね、新型モンキー125の試乗インプレッションでした。このバイクはね、本当に思うんですけど、ギアのね、幅が多分めちゃくちゃ広いので、すごくね、扱いやすいバイクだし、このね、低速からの加速感がめちゃくちゃ気持ちいいし、見た目もね、遊び心もあるんですけど、それと同時にね、品もあって、浮遊力みたいなものも満たしてくれる存在のバイクなんじゃないのかななんて思いました。でね、私、モンキー125、そこまで詳しいわけではないんですけど、あんまりね、多分荷物が乗る系のバイクじゃないと思うんですね。なので、どっちかっていうと、まあ、キャンプとか、そういった感じで使う用途じゃなくて、日帰りツーリングとか、2、3泊のツーリングとか、あとはね、通勤をね、すごく楽しくしてくれるバイクなんじゃないのかななんて思いました。もう何度も何度もね、お伝えしていると思うんですけど、モンキー125のカーブね、カーブがすごく優秀だなぁなんて思って、曲がるのがめちゃくちゃ気持ちいい。てか、このバイクでカーブとか曲がり角を走ると、すごくね、爽快感マックスなんよ。なんか、めちゃくちゃ運転が上手くなった気分になれるんじゃないかっていうぐらい、カーブがね、気持ちよく曲がりました。もうね、このバイクは日常通勤バイクから、近場をぐるっと一周して楽しんだりとか、あとはね、小柄なサイズなんで、車にね、結構気軽に積めると思うので、車でこのバイク持ってって、地方のね、山道とか走るのもすごくね、楽しめるんじゃないのかな、なんて思いました。はい、というわけで、今回は新型モンキー125の試乗インプレッションでした。想像以上にね、面白いバイクだったので、ぜひね、気になる方は、一度、ぜひぜひ、試乗してほしいなーなんて思っちゃいました。それではね、最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方は、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってるので、概要欄からフォローお願いします。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。